どうもセムです。どうも主任です。サムネね、見ていただいたらもう分かったかなと思うんですけども、こちらですね、 T6180 が突っ込まれました。とても悲しいことになってるんですけども、今回はですね、事故当時のね映像が少しありますので、そちらをお見せして被害状況の方をお見せします。で、まあどういう経緯で事故になったのか、あとね最後に僕が思うところみたいな感じで話を進めていきたいなと思いますので、農家の皆さんね、トラクター一言じゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。では早速やっていきたいなと思います。はい、今ね見ていただいた通り、さっきの映像が現場での映像なんですけども、あれからですね車両引き上げてきて、今こちらに T6 がある状況なんですけども、詳しくちょっとこちらの状況の方をお見せしてから詳しい原因の方を話していきたいなと思います。まずですね、このロアリンクのここの部分なんですけど、こんな感じでくの字にへしゃげてしまってるんですね。ここがこんなになるってちょっと僕も初めて見たんですけども、事故の衝撃の強さを物語ってるかなと思います。そして上の方なんですけども、フェンダーがあるはずなんですけども全部なくなってしまっています。それからですね、このタイヤの部分なんですけども、まあ、こんな感じですね、大きなひび割れがこの辺とかこの辺とかこんな感じで無数に入ってしまっています。そして極めつけですね、後ろについていた作業機の方なんですけども、こんな感じのありさまになっておりまして、現場からそのまま引き上げてきたんですけども一回転してしまってこんな感じになってます。こう見ていただいたらわかると思うんですけども、もうかなりですね歪んでしまっていて、これを直すっていうのは結構困難な状態になっています。はい、車両の状態はこんな感じなんですけども、ここで状況的にはですね、この後詳しく説明するんですけども、トラクターの後方からトラックですね、トラックの方に突っ込まれたみたいな感じで、ぶつかった衝撃でロータリーが一回転してしまって、一回転した衝撃でフェンダーとかが多分一緒にバーンって持っていかれて、こんな状況になっているんかなと思います。肝心なそのオペレーターなんですけども、実はですね、僕たち動画には出してないんですけども、うちで働いてくれている従業員の方がねまだいて、その子がですね運転していて、まあこういう事故になったということで、ちょっとその人はね動画には出してないので、今回もねちょっと動画には出さないんですけども、新しい人で新人ということもあってね、まあこうなったのかなという部分もあるんですけども、まあとにかくですね、運転手の方双方ですね、あまり大きな怪我はないということで、まあ一応病院には行ったんですけども、体の方は大丈夫なので、そこは安心していただきたいなと思います。でこっからはですね、どういう感じで事故になったのかみたいなところを話していきたいと思います。SN ファーマーズです。はい、超適当な道路を再現して、これで再現していくんですけども、これが T6 で、これが相手のトラックなんですけど、でこの道路の幅自体はですね、仮にこの2台が並んでしまったら本当にスレスレみたいな感じの道路の広さと思ってください。
で、こんな感じでね、道路を走行していました。ここで左に曲がりたかったので、左ウインカー出したんですよ。このトラックはですね、トラクターがね、遅かったという話で、左に曲がりきる前にですね、もう車線変更して、こう、追い越そうとして、こっちに来たみたいなんですね。で、この T6 がこう、曲がるときに、こんな感じで、これで、ロータリーがね、スコーンと一回転して、さっき説明した事故の被害状況みたいな感じになりました。このトラック、の方はね、この左の側面はちょっと壊れてる感じなんですけども、 T6 の方がすごい被害を受けたみたいな感じです。はい、こんな感じでですね、今話した中で皆さんがどう感じ取られたかはわからないんですけども、もう僕の気持ち的にはですね、100ゼロですよ気持ち的にはね。でもまあそんなことはなく、まあこっちにもこっちの後方のもうちょっと注意が必要だったのかなっていう部分もありますね。うん、そういう反省点はあります。まあありますけども、まあ、ちょっとですね、トラックの方もですね、もうちょっとこう、トラクターの動きとか予測、あとは速度をですね、遅いよって言ってバーって追い越していく感じ。まあそういうのもね、もうちょっと注意できたんじゃないかなと思うところはあります。はい。まあ、これが今回の事故の内容になります。この後はですね、僕が思うところを少し話して終わりたいなと思います。SN ファーマーズです。はい。で、最後に僕が思うところっていう話になるんですけども、ちょっとですね、最近仕事していて多いなと思うことがあって、それを話したいんですけども、同じくこれがトラクターだとして、こっちがまあ、もう何でもいいです。なんかの車両だとします。こう走ってるじゃないですか。走ってて、右ですね。右ウィンカー出してる時の話で、右ウィンカー出して、まあ、交差点曲がろうとしてる時にですよ。この後ろの車ですね、何を考えているのか、こう、右に曲がろうとしてんのに、こう、このタイミングで追い越しかけてくる車がいるんですね。まあ実際にヒヤッとしたシーンが何度もあって、まあ当然この時はですね、危ないって思って止まるわけですよ。こっち優先なのに。この車はですね、何事もなかったかのように、この右折中のトラクターを追い越して、こう入っていくと。勘弁してほしいですね。これ僕だけじゃなくて、まあ主任も農場長も全員体験している話になります。はい、僕はね、今回何を言いたいかって言いますと、前のトラクターが遅いからって思考停止で追い越していくのはマジでやめてほしいなと思います。ましてやウィンカー出してますし、作業機の方にもウィンカーついてるんですよ。見えないなんてこともないと思いますしね。こういう状況もあるので、まあトラクターよく乗られてる皆さんはね、前が優先なのはもちろんなんですけども、曲がる時もですね、トラクターって遅いからって言って後ろから一気に越してくる車とかもいますので、なんかそういったのがいるかもしれないみたいな感じで、後ろにも注意を配って左折ね、していけば、今後ですね、このようなことがないのかなと思いますんで、皆さんも僕たちのようにならないように気をつけていただければなと思います。以上です。SN ファーマーズです。はい、いかがだったでしょうか。今回事故の件で動画出たんですけども、まあ、先ほど専務からあった通り、まあ、僕もやっぱり普段運転してて結構ヒヤッとする場面がまあ多々ありますので、今回はたまたま僕が事故を起こさなかっただけなので、まあ明日は我が身だと思って、これからもちょっと気を引き締めて仕事をしようと思います。はい、この T6 なんですけども、まあこの後ですね、当然修理していく形になりますし、まあ、ロータリーの方はもう廃車みたいな感じなので、ロータリーの方も新たに手配していこうと思います。過失とかね、ところについてはまあもう動画では言及する気はないんですけども、 T6 の修理された仕上がりとかね、新たに来た機械とかね、まあ、そういった部分はね、動画にしていこうかなと思いますので、生まれ変わった T6 ぜひ見ていただければなと思います。はい、この動画が良ければチャンネル登録、あと高評価、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。では今回の動画はこれで以上にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。